首都圏では数カ所で発生した爆発により火災が広がっています。なお爆発の原因は不明です。また全国規模で起きている通信障害は現在も復旧しておらず、電話がつながりにくくなっています。安否確認をする場合は災害用伝言掲示板をご利用ください。引き続き災害情報をお伝えします。各地の学校で火災が発生している模様です。出火原因は不明で、警察は放火の可能性もあるとみて調べています。僕、なんで死んでないの？ちゃんと手首を切ったのに。あんなに血が流れたのに。フリルのついたスカートを揺らして、可愛らしいリボンを揺らして、僕は女の子の格好のまま外を歩いていた。お母さんはどうしたんだろう。部屋の中で血を流す僕を見つけて、それから早く家に戻らなくちゃ。ああ、でも戻ってはいけないと何かが告げる。現在火災が発生している学校は以上となります。出火原因が判明するまで全ての学校が休校となりますので、お子さんのいるご家庭はむやみに外出させないよう。路上には車が放置されている。持ち主がいなくなったそれから繰り返しラジオの放送が流れてきた。僕の学校が火事。学校は僕にとっては楽だった。先生の指示さえ守っていれば、従順ないいことを褒められたから。たとえ他の子にいじめられても。学校は僕がお母さん以外から評価される唯一の場所だった。なのにそこが燃えて。僕は家に戻れないのに、学校も失うの？誰が、どうしてこんなことを。僕はそんなに悪い子なの？災害情報。国土交通省。首都圏を中心とした爆発事故及び全国規模の通信障害などの状況について、第5報。本省及び地方支分部局の体制について、国土交通本省及び全地方整備局は引き続き非常体制を継続中。国土交通省として被害の情報の収集把握に努める。なお地方自治体及び各省庁間の連携が取りにくくなっている現状を考慮し、現場での判断を優先とする。邪魔しないで。僕は学校に行かせて。
この学校の連続火災はやっぱり放火なんでしょうかね。学校に恨みを持つ人物がこの災害に乗じてとか、怖いですね。実はそれを裏付ける情報がありまして。何ですか？燃え盛る校舎の中に奇妙な格好をした子供がいたという目撃情報が SNS で拡散されているんですよ。あ、これですね。うわ、これは少年少女ですかね。まさか幽霊とか？いやいや、まさか。相次ぐ災害の騒ぎに乗じて、いくつか学校が焼かれたらしい。でも、そんなのは関係ない。あの子はもう、学校なんて行かなくていいんだから。つけっぱなしの今のテレビから緊急放送が流れてくる。災害が広がりすぎて政府が機能していないというニュースだった。まだテレビの音が聞こえる。学校の火事の現場に少年とも少女とも見分けがつかない子供がいたらしい。ほとんど動きを止めている胸がざわめいた。